ございまして、始まりました。第1回目、上から読んでも下から読んでも大王大こと沖縄でーす。というわけでございまして、始まりました。というわけでございましてね、はい、第1回目でございますよ。いやー、なんか無駄にテンション高いな。ということでございまして、とうとう始まりました、沖縄の趣味全開、これからもよろしくお願いいたします。というわけでございまして、こちら沖縄スタジオからお送りしておりますが、ね、とりあえず始まったということで、一体沖縄、何をやりたいんだろうっていうとですね、このチャンネルで、はい、このチャンネルで何をお伝えしたいのか、まずこちらですね、はい、ホワイトボード書いてきました。はい、はい、沖縄の趣味全開でやりたいことこちらでございます。はい、はい、というわけでございまして、食べ物シリーズですね。はい。たい焼き、大判焼き、おはぎなどですね。こちら、ただただ食べて、買いに行って食べて、美味しく、ウェーイっていうやるような動画でございます。はい。なんか、楽しいのかどうかわかんないですけど。まあ、とりあえず、やってみたいと思います。はい。というわけでございまして、次、ラーメンですね。そば、うどん。はい。こちらもですね、できるだけ攻めていきたいと思います。いや、ラーメンはね、でも、皆さんね、たくさん知ってると思うんで、僕よりもかなり、つわものがね、結構多いと思うので、逆に教えてもらいたいぐらいですね。ここ行ってみて、つって。はい。まあ、あと許可出るかどうかわかんないですからね。ラーメン屋さんって結構意外と NG のとこ多いんで。まあ、できるだけ行きたいなと思ってますので、まあ、情報とかね、教えていただければ私、行ってみます。よろしくお願いします。それで、あと、蕎麦、うどん。ここのうどんとかね、特にね、行ってみたいっていうか、もう、前から行ってるんですけど、ね、前からほら、ちょくちょく行ってるんですけど、定峰峠のですね、鬼うどんっていうのがあるんですよ。埼玉に。はい、実は。みつさん知ってますかね？イニシャル D でも結構ね、こう、峠のあたりでうどん屋さんが出てくるシーンがあると思うんですけど、あ、そうです。本当にあるんです。はい。ここがうまいんだな。本当に。ごぼう店のね、なんかね、なんとも言えないけど、まあ、とりあえずね、見てみてって感じ。はい、まあ、そのうち行きたいと思います。で、まあ、あと、お好み焼きですね。こちら、俺、月島でね、とっても大好きなところがあるので、そちらもね、行けたらなぁなんて思ってますが、だ雑音がね、多分相当入ると思うんですよね。なんで、どうなんだろう。まあ、とりあえず行ってみないとね、なんとも言えないですね。大好きなお好み焼き屋さんもあります。もしもね、他にもほら、なんか、関西とかね、行く機会があったらね、前もって、例えば情報をくださいとか、行ってみますとか、そういうのできますので、はい。今後ね、よろしくお願いいたします。旅ですね。寺、神社ですね。こちら行きたいなと思っております。またですね、あと、この、電線、ナンバーで引いてあるところですね。はい。この滑り台というものをですね、行きたいですね。これは何かというとですね、滑り台ですね。そうです。日本一長い滑り台とか、超絶短い滑り台とか、あまりに急すぎて危ない滑り台とか、はい。そういう滑り台をちょっと攻めてみたいなと思っております。はい。で、こちらはですね、一人、
ね、今度行こうかなと思ってるんですけど、一人だけ、手伝ってくれるという方がおられたので、これは、一緒にロケできるんですけども、これに関してはね、ジップラインとかもそうなんですけども、やっぱ一人じゃ取れないところがあるんですよね。で、それで、これに入隊したい人っていう人をね、ちょっと募集しようかなっていう、はい、滑り隊を組みたいと、はい、思ってます。で、ちなみにこのコーナーの、というわけでございまして、あと旅ですね。旅、こちら旅番組みたいにね、なんかいろいろ行きたいなと思ってます。温泉もそうですね。はい、行きたいです。あと寺、あと神社、あとですね、この滑り台。はい、この滑り台。この滑り台とは何かというとですね。というわけで、こちらね、一人、だけ、手伝ってくれそうな人がね、一人見つかったので、こちら、まあ、一発目はね、手伝っていただいてという形で行きたいなと思います。さすがにね、いろいろこう、ぶら下げてとか、ほら、こう、装着しても、なかなかね、自分一人だと厳しいんですよ、やっぱり。なので、これちょっと手伝ってもらおうかなと思って、はい。で、ぶらり途中滑りたいっていう形で、こうなりやりたいなと、ちょっとパクりまくってますけど、はい、ちょっとやりたいなと思ってます。まあ、タイトルで NG 出るかもしれませんから、ちょっとね、今のは仮で、はい。ということでございまして、とりあえずこちら滑り台っていうのを撮りたいなと思ってます。で、この滑り台ではですね、広く、隊員を募集しておこうかなと思いまして、はい、というわけでございまして、手伝ってくれる方もね、まあ、その時、人がいないよっていう時に、前もって事前に、必ず、お伝えしますので、もしもやってくれるっていう方がいたら、はい、滑り隊の隊員になってくれる方がいたら、手伝ってほしいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、あと釣りですね。釣り。釣りは昔から大好きで、僕の実家の方は九十九里浜の方なんですけども、はい、もうこうやってね、キャーンって言ってね、もう三平みたいにね、昔よく釣ってました。はい、なので、磯もね、やりたいなと思うんですけど、磯危ないので、まあ、大体そうですね。まあ、桟橋とか、防波堤とか、はい。あんまり暴くなくないところで、五目釣りみたいな形になるかもしれませんが、まあ、とりあえず暑い時にしか行きません。はい。夏ですね。夏限定ですね。こちら。はい。あと、海にも、あ、ここにも書いてないですけどね。あと、海とかもね、行きたいなと思ってます。はい。せっかくですからね。はい。で、あと、クリエイトもの、こちら。ですね。プラモ。はい。昔からガンプラ大好きでですね。まあ、ガンプラが出た時のお話とかもね。まあ、まあ、後で出ますけど、雑談系でお話できればなとは思いますけど、本当に、これはね、うちらの世代にとってはもう、神のようなね、本当に素晴らしい発明だったんですよ。本当に。で、それがね、今すごい進化してまして、それの素晴らしさをね、今の同世代、ちょうどガンプラが出始めた頃の初代のね、もう接着剤ちょっと変なとこにつけるとさ、肩が動かなくなっちゃったとか、そういう世代の人のために、これを、ね、今のガンプラの状況をね、お伝えできればなんだって思っております。はい。なかなか面白いと思います。で、あと、その改造ですね。私、改造も結構好きでですね、例えばバーニアを、光ファイバー通して光らせたりとかですね、いろいろ昔よく手の込んだやつをやってましたね。ピンバイスでピーとか穴開けてですね、 0.5 ミリギュッターでね、スポスポスポって通してですね、関節もちゃんと動くようにしてですね、はい、やりましたね。はい、というわけでこちらのプラモもやっていきたいなとそのうち思ってます。はい。で、あとここ電線ね、ここから上はロケ編ですね。だいたいロケになる。で、なんでプラモロケ編なのって言うと思うんですけど、こちらいろいろ材料がいるんですよ。その材料買いに行ったりとかですね。まあ、そういうのもあるかなと。まあだからここちょうど、もうなんつうんだろう、中間あたりっていうんですかね。家でもやるし、ロケでもやるしっていう感じですね。はい。そういった意味では音楽もそうなのかな。まあ、とりあえず音楽系、こちらね、私の一番の大幅のものではございますけども、ベース。はい。まあ、ベーシストですからね。いろいろお伝えすることはできるんですけど、で、歴代の中で今までほら、ベース一本シリーズとかですね、過去上げたことがあるんですけども、そこまでそんなに需要ないんじゃねえかな、っていうような感
感じが、はい、そんなにしてるんですよね。あんまり重要ないのかなみたいなっていうのを結構考えてみればベースの人口って相当少ないんですよね。なんで結構マイノリティな感じのね、マイノリティですね、かなりマイノリティですね。はい、なのでですけど、このバンド系は特に今ね、高校生の女子高生の皆さんとか結構ね頑張ってやってると思うんですよ。やっぱ軽音とかが流行っちゃったっていうのもあるし、他にもいろいろなバンドリーとかね、いろいろあるんで、ね、それ系統でやっぱ流行ってるんじゃないかなと思ってて、やっぱ楽器屋さん行くとね、女子高生たくさんいますから、ああ今流行ってんだなって思ったりとかします。なんでこちらのバンド系での お悩みとかね、お悩み相談とか、こうしたらどうしたらいいんですかとか、こうした方がいいよとか、そういうアドバイスができると思います。はい、であとこちら DTM、 はい、コンピューターですね、デスクトップミュージック、実を言うとですね、この、大きなの趣味全開では全て私が、作っております、 DTM。 はい、というわけで効果音とかもあんまり使わないようにはしてるんですけど、BGM だけは自分でちゃんとね演奏したりとか、元から一から作ってます。なのでそれでね、新しい例えば BGM 作るぞっていう時に、それもまた配信できたりとかすると思うので、それもやっていきたいなと思っております。はい、であと下、雑談系ですね。はい、雑談系、はい、皆さんね、私のことをよく知ってる人は分かると思うんですけど、科学オタクです。はい、宇宙ですね、化石、はい、ここら辺とかね、もう恐竜とかも大好きです。はい、なんでね、本当に国立科学博物館とか年一で行ってるぐらいですから、結構好きですね。はい、で皆さん多分知らないと思う偉人伝ですね。多分ね、ほぼほぼ知らない、みんな大体ね、アインシュタインさんとかは大体わかると思うんですけど、例えばほら、マイケル・ファラデーとか、本当にすごい人がいるんですよ。はい、マイケル・ファラデーとか、あとね、まあ、あとみんな知ってるの何なの、ニュートンとかぐらいかな。まあ、そういうね、他にもね、アニージャンプキャノンとか知らないでしょ、だって知らないですよね。はい、まあ、そういう話をね、ちょっとしたいなと。思います。あとはそうですね、あと最近のニュースから、例えば、まあ、最近だとコロナとか流行ってますよね。そしたらこういうのがいいよ、ああいうのがいいよとか、はい、最近の話で言うと、例えば僕はもう2年半ですね、ずっと毎日バナナ食ってます。これによってですね、アレルギー反応が結構抑えられる。なぜこれが抑えられるのかっていうところも、最近分かってきたところの科学のね、報告書をもとにいろいろこうちょっと教えることができるかもしれません。ただバナナがいいよって言うと、大体テレビでやられるとね、ほんとバナナ売り切れちゃうんで、ほんとやめてくださいって感じ。ほんとに困っちゃいますよね。入手できないと意味がないと思う。はい、ということで。あとですね、自分の活動について、さすがにもう35年も、やってますから、本当にいろいろありました。はい、でそこで自分のね、自叙伝みたいな話もしたいなと。まあ皆さん多分ね、知らないかもしれませんけど、私ね、若い頃本当に20歳ぐらい、まあ、22、23ぐらいですかね、例えば、VD、バニティダンスっていう、バンドをやってたんですけど、その時にね、及川光博と一緒にバンドやってたりとかしてます。その時の出会いの話とかですね。あと、マジェスティというバンドでデビューした話とか。とか、ちょっとね、他じゃ聞けないようなことをですね、ちょっとお話できたらなと。はい。で、私はこういう選択をして、こういう風に来たんだっていうね、お話をね、しようかなと思ってますよ。イエーイ、というわけでございまして。そろそろですね、終わりかな、これね。まあ、あとこれ、そう、社内からこう語る可能性もなきにしもあらずです。時間があまりなくてですね、車の中でガーッてって走りながらやっちゃう可能性もあります。で、まあこれとかもね、やる上で、まあロケをね、実はもう3つ、たい焼きシリーズやってあるんですけども、やっぱピンマイクと、あと収録できる何かを買わないとダメだなっていう感じがしてきてますので、まあできればね、それも早急に揃えたいんですけどもね、何よりもね。
何よりもね、なかなかね、こう暇もないですしね、なかなかどれがいいのかちょっとね、今吟味中なので、はい、まあとりあえず、まあ手に入れてできればなと。ただピンバイクをね、持ってね、こうやるっていうのもね、なんか違うかななんて、まあそれも葛藤もあります。はい、いろいろあるんですけども、まあとりあえず、基本的にはですね、これをやることによって、本当に楽しいことってたくさん世の中あるよねっていうのをね、ちょっとお伝えできればなと。はい。で、皆さんとそういう時間を共有してですね、この YouTube でですね、ハッピーな時間をね、一緒に過ごしたいなっていうのが本音です。なので、今までね、ほら、自分のことで結構頑張ってたんですよ。今までの50年っていうのは。はい。もう50歳になってからは、そうですね、もうみんなとハッピーになりたいっていう気持ちがだいぶ強くなりました。っていうのもね、周りの方とかね、自分のね、すごく仲良くしてた人が、こう、バタバタ亡くなっていくとかね、ああ、人生って儚いなーなんて思っちゃったんですよ、正直。なんで、残りね、俺がどんぐらいまで生きれるのかわかりませんけども、その間、有意義に使ってみんなとできれば、なんかね、いい感じになればいいなーなんて思って、あ、じゃあ、そういうためには何がいいかなって、やっぱり、ほら、最初はバンドとかね、自分のソロとかでバンド活動しようと思ったんだけど、やっぱり、いろんな人とこう、関われないっていうところはね、やっぱ、限界があるなって思っちゃったんですよね。そうした時に、やっぱ YouTube ってどうなんだろうって見た時に、で、あ、ここ素晴らしいなと。本当に様々な方が様々な発信をしてて、はい。いろんな目的で、ね、やってるわけで、本当に素晴らしいなと思っちゃったんですよね。だから、とりあえずですね、こちら、はい、やっていきたいなと思います。まあ、ね、できればね、チャンネルがどん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 盛り上がって、皆さんとね、いろんな楽しい時間を共有できるといいんですけど、はい、まあ、とりあえず、たくさん、チャンネル登録していただいて、再生数ね、上がっていただければ、認知度も上がりますし、皆さんとまた楽しい、時間がどん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 ね、いろんな、もっと濃い機材を変えたりとかして、いろんなことができると思いますので、ぜひ、ご協力いただければと思うんですね。はい。よろしくお願いいたします。というわけで、もしもこのチャンネルがね、良かったと思う人は、チャンネル登録、高評価ボタン、いいね、よろしくお願いいたします。では、本日はこんな感じで、はい。いやー、でもやっぱね、楽しみですね。これからどうなんだろうな。まあ、とりあえず一個ずつ、楽しくやっていきたいなと思ってます。では、お疲れ様です。